はい、こんにちは、セナスケです。今回はですね、人の顔を塗っていこう、実際に塗りながら人の顔ってこういう風に塗るんだよっていうね、解説をしていきたいと思います。どうですか、人の顔塗ってみてっていう方ね、多いんじゃないでしょうか。それか、塗ってみたんだけど、めっちゃ難しくて挫折しちゃったみたいな方ね、多いかなと思います。でね、私ね、いつだろう、もう3年ぐらい前かな、YouTube に人の顔の塗り方っていうのね、1回だけ上げたことがあるんですよ。で、その動画がね、とっても好評で、すごく参考になったよってね、たくさんの方に言っていただけて、ね、本当に嬉しかったと思ったんですね。で、めっちゃ久々に人の顔の塗り方っていう動画、今回出させていただいております。それではね、皆さん早速見てください。はい、それではこちらのキットからね、一人選んで塗っていきたいと思います。顔の部分をね、フォーカス当ててやっていきますよ。誰がいいかな、皆さんどの方塗りたいですか。私はもう決めましたよ。それではじゃじゃん、こちらってどれかわかんないか。とりあえずね、組み立てて、下でるのね、黒色の柵をね、拭きました。はい、じゃじゃん。顔をね、かっこよく仕上げるためにも、先にね、帽子とか、服をね、バッと塗って完成させてみました。それではね、これでね、安心して、顔、塗っていけますよね。それでは早速、塗っていきましょう。じゃじゃん。こちら、今回使っていくのも、下でるカラーですよ。水性塗料で、乾くのが早く、匂いも少ない、とっても使いやすい塗料となっております。それではね、使う前、よくね、こうやってガシャガシャと振ってあげてください。こんな感じの色、綺麗でしょう。カタチアンフレッシュという名の塗料ですよ。はい、それではパレットに出して水道水で薄めてあげました。薄め具合は塗料1、水道水1の1対1の割合で薄めてあげてください。こういうね、人の顔を塗るとき、特にね、今私が塗ってるような小さなモデルを塗ってるときね、本当にね、顔ってさ、もうさらっと、ツヤっと仕上げた方がね、絶対にいいんですよ。重ね塗りしすぎたとか、めっちゃ濃度の濃い塗料で塗っちゃったとかなるとね、顔がね、もさっとした仕上がりになっちゃう。なんかボコボコしちゃうの。だからね、気をつけてください。次はさっきのカタチアンフレッシュとね、モルガイストボーンという塗料をね、混ぜて、混色して色を作っていきたいと思います。これでちょっとね、肌色に近づくような色になります。細かなね、表現をね、この色から少しずつやっていきますよ。シワの感じとかね、鼻筋のね、ちょっと光を反射してるような感じとか、顔のね、輪郭の一体感をここで作っていきます。しっかりと立体感をつけていきたいんだけども、人の顔ってさ、影をねくっきり残しすぎると、なんかね劇画調みたいな、そういう仕上がりになりがちなので、リアルなね感じを目指してる方とか、アニメっぽいね仕上がりを目指してる方は、全体的にしっかりと明るい色をね置いてあげた方がいいですね。暗い黒い色がね顔に残っていると、本当にね不自然な仕上がりっていうのにねなりがちなので、肌色に近い色や肌色を塗っていくときは、全体的にねしっかりとね色を入れてあげてください。人の顔を塗るのって難しいですよね。この動画を見て皆さんがね、ちょっとでも、あ、塗れるようになったって感じていただけたら嬉しいなと思います。はい、それでは次の工程に行きましょう。次はね、またカタチアンフレッシュとモルガイストボーンをね混ぜていきますけど、混ぜる割合を変えました。モルガイストボーン、明るい色の方の割合をぐっと増やしてみました。これでまたね、肌の色が全体的に明るくなっていきますよ。ここからね、本当に全体的に色を塗っていくんだけど、鼻筋とか顎の尖っている部分、おでこの丸みがある部分、ここってね、ハイライトね、めっちゃ強く入れがちなんですよ。でもそれするとね、めっちゃもうテカった顔の人みたいになっちゃうんで、そこはね、極端にハイライトが偏りすぎないように気をつけながら塗っていきましょう。いやー、いい感じでね、進んでますね。しっかりとね、全体に色を置きつつも、影を意識する、ハイライトを意識する。やっぱりね、人の顔ってとっても繊細なので、意識するポイントが多いなと思いますよね。だからね、難しいと感じる方多いんじゃないかなと思います。私もね、本当に初めて塗った時はね、うわ、むずいってもう失敗ばかりでした。はい、こんな感じでね、仕上がってきましたね。どんどんね、ここから明るい色、明るい色という感じでね、重ねていきますよ。明るい色を乗せていくことで、立体感を出していきます。もう影の部分はこれ以上触りません。はい、次はね、このカディアンフレッシュトーンというね色をね使っていきます。
ちょっとね、赤っぽい肌色って感じの色ですね。この色をね、乗せていくことでぐっとね、人間の肌感っていうのがね、出ると思います。この色がね、実は一番重要な色なんですよね。肌色なので、人間の肌とね、認識させてくれる色なので、しっかりとね、全体塗りましょう。はい、こんな感じでね、影の部分は、残すんだけども、全体的にしっかりと色を入れてあげます。そうすることでね、人の肌だっていう分かる仕上がりになると思います。色がね、暗い色に偏る、明るい色に偏るってしまうと、あれこれどういう色なのっていう、色味自体が分かりにくくなっちゃいます。はい、それではね、この色でね、ハイライト入れていきたいと思います。鼻筋のハイライトとっても大事よね。やっぱ人ってさ、中心部分の鼻がすごく目立つから、ここをしっかりね、強調してあげることで、全体がね、シュッとね、整って綺麗な顔になると思います。あ、顎のハイライト入れすぎ注意ね。はい、ハイライトの入れすぎに注意しながらね、全体にポイントポイント入れていってあげてください。本当にハイライト入れすぎ注意。これはね、頭にしっかりね、入れておいてくださいよ。本当にテカってる人になっちゃうから、もうテカテカやんこの人みたいなね。はい、こんな感じでね、進んでますね。もうすぐね、完成です。次はね、こちらのホワイトスカー使って、目を入れていったり、歯を塗っていきます。今歯塗ってますね。歯をきれいに塗っていきます。とってもね、細かいので、難しいなと思いながら、目もね、塗っていきますね。目大変よ。はい、こんな感じで入りました。皆さんね、これ覚えておいてください。目をね、描くとき、絶対ね、失敗します。もう絶対失敗するから、もういいです、それで。もう気にせんといてください。もう失敗してから、ダメだ、じゃなくて、失敗したな、じゃあ、失敗した部分修正して綺麗に整えていくかっていう感じで覚えておいてください。私もね、毎回必ず失敗します。失敗してからが勝負っていう感じですよ。どううまく修正できるか。はい、次はね、唇の色塗っていきます。唇にはほんのりね、ピンクを置いていくんですけども、口紅みたいにならないようにね、こちらも修正しながら塗っていきましょう。はい、完成。じゃじゃん。いかがでしょうか。こんな感じでね、仕上がりました。小さくて塗るのね、本当に難しいなと思うんですけども、人の顔ってね、思うようにできた時の達成感がやっぱりパレーですね。皆さんも楽しんで塗ってくださいね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたか。参考になりましたか。いやー、この動画を見てね、自分もまた人の顔塗りたくなったなーってね、思っていただけてると嬉しいなと思います。皆さんの参考に、ね、なっているのが本当にもうとってもね、嬉しいことなので、またね、こういった解説動画、どんどん出していきたいと思いますね。今後も皆さん、よろしくお願いいたします。それではね、今回の動画はこの辺で終わりにさせていただこうと思います。ぜひ、高評価&チャンネル登録、そしてコメントいただけると嬉しいなと思います。それでは、じゃあね、またねー。